ドリフト界の最高峰 B1 グランプリ。そこで戦うマシンのポテンシャルを君もゲットできる。確かに安くはないが、決して夢物語じゃない。エンジン、ミッション、今回は次世代ドリフトチューンを先取りして皆さんにご紹介。合わせて実際にチューニングされたマシンを熊久保が検証。劇的に変わる戦闘力に君は目を疑う。さらに誰でもできる小ネタも披露。最新ドリフトチューンマル秘報告。インプレッサ、エモなど数々の想定外マシンを D1 へ送り込んできた熊久保がまた新たなマシンを投入した。はい、熊久保です。皆さん、この車見慣れないですよね。実はこれ見た目、まあ、白だし一見何の変わり映えもない車なんですけども、実はちょっと面白い車を作りました。コンセプトはみんなも真似ができるかもしれない新しいチャレンジというような感じで今回このシルビアを作ってみたので、ぜひね、今回これを見て真似ができるとこあったらぜひトライしてみてください。強烈なトルクを発生する大排気量エンジン、 A1 でも陽一オリド、そして熊久保が搭載。 V8 エンジン、こいつのメリットは V8 を、まあ、実際選んだ、そして乗ってみてまず感じたことが、トルクですよね。トルクの太さ、あとパワーバンドの広さ。ドリフトっていうのはやはりあのホイールスピンをいかに速くさせるか、どれだけ維持するかっていうのはすごく大事なカテゴリーですので、そう考えるとやはりあのこの左足クラッチをもう本当にあの揉み続け蹴り続け、なんとかホイールスピンを維持するっていう走り方を心がけるんですが、ハンクラをねほとんど使いません。走行中にアクセルのコントロールだけでホイールスピンを止めることも滑らせることも自由自在です。そしてなんといっても一番大きいのはギアチェンジの必要がそんなにない、そのぐらい走りに集中ができるエンジンだと思います。以前乗せていただいた、堀口号、あれはあの LS1 ほぼノーマルで積んでたものなんですけども、まああの車はもしかしたらね1500回転ぐらいからホイールスピンするんじゃないかなっていうぐらい、もうとにかく楽にドリフトができる車でしたね。例えば大会とかね、上位を目指すとかプロになりたいとか、いろんな意味でその運転技術を磨きたいというのを別にしてね、もう単純にもう白煙上げてケツ流してブワーッとドリフトをして、まあ、いろんな走行会行ってもバッとちょっと楽しく走りたいっていう方にはもうもってこいのエンジンです。ではでは実際の取扱法をご説明。アメリカで超メジャーなチューニング素材とあって、さまざまなマシンへの乗せ替えキットがおよそ40万円で存在する。エンジンマウント、ミッションマウント、オイルパンにプロペラシャフトがセットとなる。これさえあればセルモーターやステアリングシャフトなど細かい合わせ込みは必要だが、搭載は容易にできる。 V8 エンジンの扱いで注意すべき点をイグサに聞く。 V8 エンジンで気をつけなきゃいけないのは、基本的にはやっぱりエンジン排気量がでかいんで、ラジエーターとか冷却器、熱対策をちゃんとやらないとダメです。 SR とかあれよりももうちょっとシビアに考えた方がいいかな。で、あとはオイル管理、高取君のところのやつけてるけど、アキュー散布システムってやつもあるんで、そんなようなのも 4,5 万で確か売ってるはずなんで、それ使ってもらえばある程度安心して乗れる仕様にはなると思います。まあ一番ベーシックモデル LS1 積むんであればクラッチだけ変えてくれればそれノーマルミッションで全然遊べますよ。全部込み込みで、まあ、大体150から200万見ててもらえばできると思います。D1 を戦う上でもはや必須パーツとなっているシーケンシャルミッションが、お値段はとてもじゃないが素人には手が出せない。ミッション、安くて壊れず扱いやすい新たなものを熊久保がご紹介。さすがに今回ね、ちょっとホリンジャーは買えないなと、予算的にちょっと厳しいなと。でいろいろこう考えて、いろんな友達に当たって話を聞いたところ、アメリカの、ドライバーたちがG-Force という4速ミッションを使っているということを聞きました。実際ですね、使ってみて、フィーリングなんですけども、とにかく気持ちがいいです。ドグミッションなんですけども、押しただけでこう吸い込まれるようにギアが入っていく感じですね。4速ミッションということで、かなりみんなね、4速だったらもうすごいロングになってダメじゃんっていうイメージがすごく強いと思うんですね。ノーマルのミッションで4速以上で優勝することはまずないと思う。 G-Force はそれをギア比を選ぶことによって、排気量の大きいエンジンの場合は
ちょっと離してもいいと思うんですね。で SR になってくるとちょっとやっぱりその低速の届きが細いということで、下のギアをずっと上の方に詰めてしまうことによってクロスミッション的に使うことができる、選ぶ幅が大きいミッションだと思います。 G-Force の乗せ方、そしてお値段は、一番のネックベルハウジングは日本車含め多数ラインナップあり、あとは搭載時干渉する部分を叩けば OK。 で値段がだいたい6000ドルぐらいで売ってます。日本で今ドグミッションでその値段で買えるものは多分ないと思うんで、ただなんだか聞いた話によるとクリスマスの時にセールやってて、うちは4800ドルで買ったらしいです。どれほど違いが出るか SR と V8 乗り比べ。まあね、話ばっかり聞いててもよく分かんないと思いますんで、早速、コースに来てみました。この V8 G-Force を使ったこのシルビアと、まあ、よくごく一般的な D1 車と言われます SR なんですけども、2リッターで、ちょっと大きめなターボがついて、しかもシーケンシャルミッション、どれだけこの小さなコースで走りに違いが出るか、見ていただきたいと思います。注目していただきたいのが、2つあります。1つは、タコメーターですね、どの回転域で、車が2台とも走ってるか、そしてもう1つはこの俺の左足、クラッチワークをよく見てください、この違いでね、走ってる方はねすぐ特性が分かると思います。まずは SR エンジン搭載、見慣れたシルビアから行ってみよう。まずは、スタートです。スタートも、はい、もうこの時点で、はい、なかなか回転上がってきません。やっと来て、はい、今上まで5000回転から上しか、ブーストが立ち上がりません。ここアクセル踏んでも2速ならないことも、はい、一切ホイールスピンしないですよね、はい、ここもちろん、はい、全くホイールスピンがしません。じゃあ早速ドリフトしてみましょう。はい、かなりここも回転が上がって、はい、クラッチ切って、はい、もう2台はもう無理ですね、はい、もう2台無理です。1入れちゃいました。1入れて、はい、2入れて、やっとですね。大きめのタービンを装着し、ピークパワーを狙った仕様は中低速回転がスカスカ、クラッチワークを駆使し高回転を保ってないととてもじゃないがドリフトは維持できない。それではここから V8 シルビアの登場、タコメーター、クラッチワークにご注目。もう早速ですけども、この V8 の良さ、早速発進から、お伝えしたいんですけども、ここからスタートするときにホイールスピンをすることなく加速ができる、それではドリフトしてみましょうか。アクセル踏むだけで、ここでアクセルだとまだクラッチ回ってません。でもホイールスピンを維持して出してくれる、ほとんどアクセルだけです。はい、ここもこの通り、これで、はい、空間を維持しながらいける。はい、今度3入れてみましょうか。さっき気になってた、はい、もう3です。はい、でこのまま踏むだけで、はい、空間が維持できる。2本スポンと入ります。はい、ここ低速コーナー、通常1速までいるところも2本まで何もしない、はい、何もしない、アクセルだけでそのまま立ち上がっていく。はい、そして3にシフトアップも高い、はい、3までもアクセルだけで、はい、はい、かなり低いです。3000回転ぐらいから、はい、自由自在です。はい、ここ3000以下で今ドリフトしてます。3000回転以下でドリフトして、はい、ずっとこの辺4000回転ぐらいでも十分走れます。なんて素晴らしいんでしょうね。この D1 ドライバーというのは、実はですね、この左足のコントロールがすごく重要です。ご覧の通りですね、見ていただけば分かる通り、クラッチ筋がこれだけ20年やってきて育ちました。ただですね、見て分かる通りこの V8 一切左足使いません。多分このクラッチ筋は今後退化していくでしょう。かなりねエンジンが、減ってます。そして値段が高くなってます。かなりね、さあこの後どうしたらいいかって悩んでる方が多いと思うんですけども、もしかしたら俺も V8 乗れるんじゃないかな、 V8 でやってみたいなっていう方がいらっしゃったら、ぜひチャレンジしてみてください。そして何よりも音、
まあ、乗ってる本人の、ね、音が気持ちいいです。そしてあの周りの注目度、すごく高いエンジンだと思いますんで、ぜひやってみてください。お手軽リーズナブル小ネタをイグサがご紹介。はい、じゃあね、こっからは小ネタを2つほど紹介します。 LED ライトは見た目も機能も効果的。ヘッドライトね、はい、つけて。はい、今主流は多分ね、 HID つける方かなりいると思うんですよ。意外とバカにしてたんですけど、つけてみたらこれまた非常に明るくて、夜も全然これで走行できるぐらい明るいです。1万5000円ぐらいで多分売ってるものあると思います。何がメリットって、電気食わないんですよ。電圧計とか見てもあんまり電圧のドロップしないんで、ちょっと古くなったシルビアオーナーさんとかスカイラインオーナーさんとか、ヘッドライトに電気食われちゃって点火系が調子悪い、失火が出るとか、このライトめちゃめちゃ使えます。水温計も裏技仕様でリーズナブルに。水温計なんですけど、ここ見てください。デジタル表示の水温計ついてますけど、バイク用なんですよ。8000円ぐらいで買えるんなら全然いいと思いますよ。取り付ける場所もこの小さいスペースで取り付けれるんで。ただ一つデメリットは、バイク用なんで配線延長してください。ちなみにこれピークホールドもついてるんで全然使えます。 SR や JZ 系エンジンに飽きた、もしくは純粋にドリフトを楽しみたいあなた、そしていつもミッショントラブルに泣かされている君、最先端を行くなら今ですよ。